第二節、発がんの東洋医学的病理観からのモデル発がんのメカニズムを分かりやすく国家に例えてみます現代医学ではがんを善良な市民があるひとつぜんはっきりした原因も理由もなくいわゆる突然変異発狂して暴れ出し忍者まがいの分身の術を使ってあっという間に人数を増やし反乱軍を形成して内乱を起こし 国家を滅ぼしににるように考えていますこのためこのような内乱に対しては刀や鉄砲外科医のメス核兵器放射線毒ガス抗がん剤を使用して徹底的に一人残らず全滅させなければならないという考え方をしています。千島学説をもとに東洋医学的病理観に立って考えればガンとは 飛行少年のような存在でであるるとと考えることができます飛行少年にははっきりとした定義はありません勉強ができなくて無気力であるというだけでは飛行少年にはなりませんやはりある程度見られた服装をしていて人の言うことを聞かず他人に迷惑をかける行動をするのが飛行少年といえます単に茶髪であるとか バイクに乗っているというだけでは飛行少年かどうかはっきりしませんこれはがん細胞の細胞こと型や構造こと型の定義に似ています飛行少年はどんな国にも少し入るものですがあまりに飛行少年が増えればその国は国家として成り立たなくなります国としての統制が見られ国防がおろそかになり ちょっとした外敵が侵入してもたちまち敗北してしまうような弱い軍隊しか作れなくなります。これは、癌があると外部から侵入した細菌やウイルスによる感染症に弱くなるのに似ています。飛行少年を見つけ次第、死刑にすれば、一時的に飛行少年の数は減るでしょうが、あまりに死刑にする人数が多くなれば、国家としての力は低下してしまいます。 最後は恐怖政治の国となり内部からの革命化外敵の侵入により滅亡する運命となります。これは現代医学のがん治療の三大療法が結局は一時しのぎにしかならないのに似ています。非行少年を減らすにはその国家が非行少年を増加させるような社会的矛盾をなくすよう努力し非行少年を教えさとして。 善良な市民にに戻すようにしななければ根本的解決はないと言えますしかし犯罪者になってしまった非行少年には死刑が必要な場合もあるでしょう時には無知も必要かもしれませんが大事なことは非行少年をいかにして善良な市民に戻すかという方法論ではないでしょうかこのような方法論は東洋医学ではすでに確立しています 生命の根本的エネルギーである基地の乱れを正常に戻す方法です。西洋医学的に言えば、恒常性ホメオスターシスを回復させ、免疫系力を向上させる方法論であると言えますが、残念ながらこのような方法論は、西洋医学的には、完全には確立されてはいません。